第1章、最初の出会い。紀元前1万5000年頃、野生の犬たちは人間の近くで生活し始めました。人間は彼らを食べたり、殺したりすることがあったものの、彼らの能力や忠誠心を認め、彼らを飼い始めました。人間と犬の出会いは、犬たちが人間の生活に溶け込み始めるシーンから始まります。人々は犬たちを自分たちに使えるものとして扱い、犬たちは自分たちに与えられた役割に忠実に従いました。1万年以上の時を経て、犬と人間の間には何があるのでしょうか。盲導犬、聴導犬、介助犬、災害救助犬、セラピードッグ、保護犬、被災犬。あなたにとって犬の存在は？犬にとってあなたの存在は？社会問題を知ることからをテーマに、 SDGs シェアプロジェクト第5番作品、ドッグ&ピープル、犬と人の間にあるものが、3月24日から災害救助犬捜索を開始します。シネリーグル池袋で公開します。皆さんぜひ見に来てくださいね。続く。